はいいさん今回もご視聴いただきま,ま、えー、BE:FIRST というグループが誕生するまでのオーディション動画「THEFIRST」というのをですね私が一からずっと見させていただきながら勝手にいろんなことをお話ししていく動画でございますけれども今回はですね前回の「シャープ1 6の2というですね、えー、動画が途中で え27分41秒のところでね、えー、長い55分の動画だったので一回止めてしまいまして前半戦を昨日はお届けしましたけども今日はその続きの後半戦ということでね、えー、ちょっと昨日おとといの動画を見ていただいた方はね私のこのマイク今つけてるもののちょっと接触不良だったのかね2回ほど、まあ、の聞こえにくい音声になってしまっていたと思うんですけどもそれは申し訳ございませんでした今日はきっと綺麗に撮れてると思いますはいそんなことは皆さんあんまり気にしてないかも分かりませんけど。 私は一回前回のよう撮ったやつを、ね、編集しようと思って聞いてみてえっと思ってびっくりしてしまったんですけどもそんなことはいいですね。それでは、えー、続きいってみましょう「THEFIRST、えー」The First 本編シャープ16-2合宿最終審査「練習審査」閉じの後半戦27分41秒から再生ポンさあダンス基礎練習になりましたねこんなに。 さあ、レオ君と翔太君が楽しそうに二人で前に出てきて、もうめ,めっちゃ笑顔で、ちょっと今音量調整してます。はい。二人一組で音楽を体で感じ、表現していく。なるほど。さあ、今度は蒼太君と蘭君。うわ <laughs> すごい、さすが蒼太君も、すごいです。動きのキレが。わあすごいすごい。<laughs> さあ、来ました。これ、るい君と、お、竜平君、若者コンビ。 先らないさあ今度はおっ玲子くん来ましたそしてジュノンくんさあダンスを未経験チームともうね呼べないぐらい2人はできますけどもささあ今度はまなとくん手をパチンと叩いて向こうはシュントくんかグレーのパーカーシュントくんさあそして涼紀くんとうわスカイハイさんの上に涼紀くんが乗っかってくるくる回る <laughs> これだってアドリブなんでしょこれ。すご そうか11人だからこうグループになるさあ今度は偶数でやるとスカイハイさん入んないといけないすごいスカイハイさんが <laughs> 右足でリズムを取りながらスカイハイさんと共に音楽との距離を縮めていく11人素晴らしい映像です本当に終わりーとスカイハイさん自身がこんなにね近くでね一緒にやってくれてる環境自体がもう彼らにとってはすごいはラン君んゲジプロ審査順位発表 の時のコメントね、スカハイさん。パフォーマンスを踊りながら歌うときにコントロールしてほしいと、ラン君にね。これは、高いハードルでもあるし、最低限の課題でもあります。歌唱技術のコントロール上、コントロールアップね。さあ、ラン君のボイストレーニング。レラリューレ先生。横にさ、ふわっと美しく歌えと。うん。へへへ。り先生。なんかね、ラン君が横に動いてます。歌い方とか発声とか、 発音とかやったんですけどと、ラン君。まずしっかりとダメ出しをされてですねと。うん、私踊りできないんだけどいいと。<laughs> 奥でスカイハイさんもやってます。ものすごく粘って、無限大マークをかけ。あこれよく言いますね、無限大マークをこうリズム取るときに。違うの。もう私には見えるのーー。あなたはここだけで生きてるの、あなたは。すごい下に落ちた声がないの、なるほどね。 ランくんもっと踊りながら歌えと言われたんですけどと、うん、実践していこうと思っていますとりょうりょう先生眉毛で語れ目の縁で語れ、うん、It's no too t late ランくんいいな Never too late、Start. s あ、うん、誰が口閉じていいって言った <laughs> 言ってる言葉はね怖いけどね柔らかく言ってるそうあほら今ローと口閉じないでさ語尾口閉じないで 切ったらめっちゃ喜んだのよ、と、スカイハイさん。気ぃ抜くないよ、聞いてる方も <laughs> 待てやしないさ、しない。待てやしない。いやし,しないしないと。しないさ。ははみんなに <laughs>。待てやしないさ。<laughs> もう待ってる方と見てる方もすぐやってきますから。さあ、しない。さあ、さあ、口開けたまんま。 口開けたまんまお腹の力で切りましょうということね。さあ、俊ュンくんに対しての疑似プロ審査の順位発表。えー、順位が伸びなかった理由を挙げるとするならば、やはりピッチの悪さが気になりましたと。うん。俊ュくんのね、根本的なところで、どうしてもつまずかないでほしいっていうのは思いました。まあ、難しいんだけどね、ピッチ合わせて。いう。さあ、ボーカルトレーニング。色の見えない言葉聞き上げたよ。俊ュンくん。色の。 いいの。ピッチは当たった方がいいな細かい音程のことねピッチ音のもっと細かい音程のいいバレーボールとかみたいでりょんりょん先生がなんかね手の表現でそういう格好してやってみてよいいねいいねおおいいいいですよ聞き明けたよ色の色のアタックで腹をして色

色の見えないことばっかりが聞き飽きたよ。それだけでアクションつくでしょと。ほら。<laughs> 限られた時間で成長を見せていく。どうしてつなげて歌っちゃったのそうでしょ聞き飽きた。聞き飽きた。なるほど。ワン、ツー。色の見えないことば聞き飽きたよ、うん。いい、めっちゃいい。今の撮ったかしら <laughs> 今のがめっちゃいいので、両両、まだ喋ってる。しゅんとくん、もっと頑張らないと思いました、率直に。うん、もっともっと追求していこうと思いましたし、うま、ん、あ、あと残り少ないから、と。できることをいろいろやっていこうという気持ちになりましたと、としゅんとくんね。うわっと。<laughs> さあ、またまた、翔太くん、今度は擬似プロ審査順位発表の s k y ハ h i さんのコメントです。うん グループとしてのクオリティを見たときに、うん。ひょっとしたらネックになることかもしれないです。なるほどね。振りにニュアンスが出たときの周りとのちょっとしたズレ。うん。そういったものが少し目立つようになったかもしれないですね。と。お翔太君しゃがみ込んで頭を抱えた。チームの中での自分のあり方について悩んできた翔太君あ、これは前の映像だね。自分が出せないです。うん。さあ、玲子く君に教えてる翔太君の映像です。 むずいむ、ま、ずいとあれえか。うん、で一回忘れてで翔太君がこう教えてる。えー、順位は上がりたいなぁとは思ってますけどぶっちゃけ今は音楽ファーストに考えてパフォーマンスに専念してるので、うん、誰に勝ちたいとかあんまりないしただ11人でいい作品を作りたいから颯太が作ったものを全力で、うん、こっちからもアイデアを出して一緒にクリエイティブする。えー、ソーが引っ張っ張ててくれてるのは確かですけど そこに自分のスパイスを加えてみたり誰かのを入れてみたりと、うん、みたいな形で作れてるのも11人らしいなと思うのできっといい形で振りが完成するのかなと思っててと、うん、さあ翔太君がおっ走っておっ測からうわすごい爆中着地するタイミングもバッチリ翔太君ありがとうとあれそう太君そう太君とさあレオ君と翔太君がまた前に出てきて2人で。 うん11人が一つとなったパフォーマンスを目指すと楽しそうだねみんなほんと晴らしいさあ合宿最終審査審査前日ももうあっという間にそんな感じさあさあ11人が今 ダンスを始めるところの映像だけ見えましたそうたくん一人一人の個性を生かしつつみんながみんなのためにパフォーマンスできるような作品を作ることを心がけましたなるほど今までと比べ物にならないほどのリュウヘ君の声ですクオリティの高さを誇る作品が出来上がると思うので最終審査とんでもないものをぶちかましてやろうと思いますかっこいい <laughs> マルト君成長できた部分を最後の集大成として自分なりの感謝というものを パフォーマンスを通して皆さんに伝えていけたらなというふうには思いましたと。なるほど。レオ君、いつもお風呂上がりな感じだね、レオ君。改めてダンスで楽しいなと最後の最後に感じられたので、すごく良かったなって思いますと。ルイ君、本番はしっかりと絶対に、しっかりと、えー、パフォーマンスをしたいなと思いますと。うん。りょうき君、そうたのコレオグラフがやばいっすと。うん。あれはもう、 やばいでしょ。<laughs> かっこよすすぎますよ、ね、とうん。ジュノンくん難しいですけど覚えやすくて、うん、終わって動画を撮ってみた時感動もすごくて本当にすごいものが出来上がってるんじゃないかなと思いますと。しゅんとくん今自分のいる環境が普通じゃないなと改めて感じることができたのでしっかりと明日は もっともっと気を引き締めて、集中して、翔太君集大成として恥じないステージングにしたいので、命がけで頑張ろうかなと思ってますと。さあ、ラン君この合宿がどれだけ濃かったとか、大切だったのか、どれだけ自分たちが成長できたのかっていうのを伝えるには、本当にもってこいのパフォーマンスできると思うので、それを信じて、 自信持って、ここまで来たから、最後のパフォーマンスは、基礎とか焦らずに、あ、れいくんね。やっちゃいます。ぶ <laughs> ちかわしちゃいます。って、お、すごい。れいくんいいね。もうやるしかないもんね、ここまで来たらね。空をかけのあからこぶちかわこっさまそう君、君と。さあ、みんなでその映像を見て、最後重要よ、とれいくん。わーいと。<laughs> みんなすごいね、本当に。さあ、また、レオくんが紫色の上下パーカーで踊って。で、誰かのとこ行って、ラン君のとこ行って。<laughs> で、今度ラン君が。ラン君でいいですよね、これ。お音楽を楽しむことを改めて大事なのは、そして今度マナト君を触って、マナト君が出てきた。すごいな、もうみんなでこうアドリブでどん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 ダンスして、うわ、うわ、かっこいい、かっこいい。さあ、そして今度。龍平君。うわ、すごい。 <laughs> すごい、すごい堂々としてさあ、麗子くん行った。レ子くん行った。モデルの <laughs> <す> <laughs> さあ、来た。そうだくん。うわ。うわ、すごい。派手さはないけど、細かいリズムで。うわ、来た。さあ、ここに。しゅんとくん。おすごい。足のステップと。フォーっと、さあ、来た。 お、これ、レアルライク。ルイ君のなる後ろを向かって、面白い。さあ、翔太くんちっちゃい、ちっちゃい。面白い、みんなすごい、お。すごいね、腹筋、背筋。さあ、そして、ジュノナくん十一人が一つになって、音楽を楽しみながら、最高のトゥーザーファーストを目指す。お、すごい、すごい。<laughs> さあ、今度は。お、りょうき君。わあ、お、すごい、すごい、すごい。 すごいねみんなアドレブでこのわキレッキレッキレッキレ,ッキレッすごはあ、素晴らしいスカ y −さんこの TO THEFIRST をがっつり完成させて我々全員天とか直樹俊介大樹うんこの合宿1か月15年でやったものの集大成ぶつけてこの合宿絶対に間違ってなかったといいものだったと絶対この日本に必要なものだったというのを世の中に証明する一日にしましょうかっこいい TO THE ふああ、<laughs> かっこいい <laughs>。音割れちゃってるみんな、ほうが。えー、とさあ、合宿最終審査。当日になってしまいましたよ。かっこいい、また。出た、え、ここ、川越市がステラシアター。私、ここね、行ったことあります。あの。何かを見に行ったんじゃなくてね、本当にまだ。出来上がってたのかな、でも。 何にもないときここね行けるんですよこのステージのところ上がって写真撮ったのはもう15年以上前の話ですけどここね結構有名な人いっぱいやってますよねすごいいいステージ最終審査のための特別ステージテテテかっこいい音楽テテそうそう後ろがね開いたり閉まったりするんですよこれうわーすごいテテンテテンうわかっこいい映像撮りますね この全部屋根が閉まった瞬間を1ヶ月間の成果を見せるステージが完成さあウ兵イ君が今鏡の前でラン君もやってもらってます髪の毛をね合宿最終審査に向けて準備をするボーイズ俊斗くんるいイ君、かわい,いねるい君ここ髪の毛上げちゃうとまだ14歳うよに空をかけレ子コ君、最後の確認控え室で本番前の。 トゥさあスカイハイさんついに来てしまった、うん、合宿がもう終わるんですよと、うん、今日は本来であればいわゆる1か月に及んだ合宿での課題の発表であり、うん、合宿の3回目の審査日っていうだけの日だったんですけど、うん、想像以上に 団結力とかすごい陳腐な言葉になっちゃうけどものすごい強い絆が生まれていて当然自分も含めた現在の12人とかにとっては集大成合宿だけじゃなくてここまでの人生の一つの集大成を掲げる日 みたいになりましたと。まあ、ほ本当そうですよね、えー。何を持ってくるんでしょうねとそう見てないですもんね、スカイハイさん。初めて見る11年パフォーマンスに胸を踊る。それは素晴らしいものであろうことは想像に堅くないですけど。<laughs> なんか、マイクを一本一本、わっすごい。これ11本マイクも結構大変なんですよ、これね。さあ、みんながマイクを持って自分も人生をかけている以上、スカイハイさん、情報に流されてしまうとか、 そういったことがあってはいけないし、うん。それこそ彼らに対する冒涜だと思うので、と、うん。シビアに決断し続けることに関し、対しては、迷いや不安や悩みはあるけれど、そこはもう、最初に抱えた強い意志が、絶対に揺るがせないことだけは、確かです。なるほど。そこがね、ブレっては。 いけないですもんね。大変ですけど。あ、スカイハート来た。ザ・ファースト合宿最終審査。vs プロアーティスト。プロのアーティストの楽曲をただ謎ってコピーするのではなくて、自分の言葉にして、自分のメロディーにして、自分のパフォーマンスとして作り上げて、披露してもらう。この合宿最後のパフォーマンス。ここまで残ってきた 最後の11人、登場してくださいと。あの、スカイハイさんかっこいいね。こう、視界もうまいですよね。この言葉のため方であったりとか、言い方、それからテンポね。ああ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  どうですかと、<laughs> 緊張したねるいくんはいステージが本格的すぎてとても緊張しています髪型もしっかりできたねるいくんかわいい平はと「いよいよラストですけどどうですか?と」とやっぱラストの審査でこういったステージを用意してくださったことに本当に感謝していて、うん、これからデビューした時に、うん、こういったステージで パフォーマンスをする際にとても今回学ぶことがたくさんあるんじゃないかなというふうに思っていてすごく楽しみですすごいねもう見据えてますよプロになってからをね涼紀くんは本当にびっくりしてますかっこいいね髪型も素晴らしいパフォーマンスをする舞台を用意してくださって本当にありがとうございますと、うん、自信に満ち溢れた顔をですねなんか涼紀くんねほ本当にワクワクしてきました最高のものを みんなででででこのステージで披露できるように全力で頑張ります。お願いしますとさあラン君、えー、本当にこの合宿審査最終審査にふさわしい場所だなと入って思いましたといいねラン君も非常にかっこいいスタイリングされてますねここからが僕たちの本当のス,テージあスタートだと思ったこのも思ってこのステージで輝けるようにこの11人でしっかり最高のパフォーマンスを見せたいと思いますお願いしますと。 君えー、予想以上の大きさでまずびっくりしたっていうのは本当ですね今の気持ちなんですがでかいステージまだデビューが決まってない状態の審査状態でこんな素晴らしいステージでパフォーマンスできるっていうのは本当に日高さんはじめ関係者の方全てに感謝してますありがとうございますと本当にでも僕たちがやってきた努力だったり 積み重ねてきたものを発揮できれば、このステージに見合った11人を見せれると思うので、全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。素晴らしい。しゅんとくん、えー。ここに来てから初めてこの場所を見たので、お感動してるし、感謝でいっぱいだし、楽しみで仕方ないですと。でも、その楽しい気持ちだけじゃなく、冷静に抑えて、 今日はみんなと息を合わせてしっかりとパフォーマンスしたいなと思います。お願いします。うれしそうですね、顔が。うれしいですよ、こんなちゃんとしたね、かっこいいステージに立てたら。翔太君、この大きい会場で僕たち11人の音楽が全部に行き渡って、本当にでかいね、さらにここじゃ収まりくれないくらいのパフォーマンスを見せて、こいつらにはもっともっと大きいステージで歌わせてやりたいと思われるような、うん パフォーマンスを見せられるように僕たち一人一人が頑張りたいなと思いますと。うんさあ、レオ君。正直びっくりしているのと同時に11人でこの大きいステージでパフォーマンスできることをすごくワクワクしてますし一人一人パワーがすごく強い11人なのでと。一人一人のパワーを掛け算してなるほど11人のパフォーマンスが 本当に爆発的なものになることを期待しててほしいですし、うん。そのパフォーマンスを必ず僕たちはします。よろしくお願いします。すごい力強いですね、レオ君。さあ、マナト君。はい。えっと、入ってきた瞬間、本当にすごい大きなステージで、本当にびっくりしました。最終審査ということで、うん。合宿の集大成。自分の成長できた部分と、 みんなの一体感というか、本当に重心理で作り上げたんだぞというステージを皆さんに見てもらいたいです。よろしくお願いします。と。さあ、れいちゃん。最初入ってきたときに、うん。こんな大きいステージだとは知らなかったので、そうか、みんな見てないんですね、最初に。びっくりしました。一つ思ったのが、今はオーディションだから観客はいないんですけど、うん。 観客がいたら、どれだけ音楽を届けられるんだろうなぁと想像しながらずっと空いてる席を、なるほど、見てました。なるほど、今日は人がいたら、11人全員でいる人、もしいた人に、 しっかり心に響くようなパフォーマンスにできたらいいなって思ってますよろしくお願いします。うん、マイク乗りのいい声ですね、喋ってる声も。ジュノン君、えー。正直この会場に入った瞬間、緊張感が増したんですけど、うん、眉毛しっかり書いてもらったね、ジュノン君ね、えー。今までこの11人はいろんな二次審査から、いろんなステージでパフォーマンスしてきてきたので、うん、絶対に大丈夫だと思うし、なんなら今までで一番気持ちよく、 歌って踊れる会場だと思うので、うん、今までで一番最高のパフォーマンスをしたいと思います。よろしくお願いします。ということで。さあ、11人それぞれのコメントが聞きました。スカハさん、レイちゃんチロと言ってたけど、まさにここは普段はお客様が入れられる会場で、この距離で、この人数とはなかなか迫力あると思うんだけれど、今日は、俺一人ですと。<laughs> 何人にお客さんが増えても、うん 結局俺と同じ一人がいっぱいいるだけだから、なるほどね。それを忘れないでほしいなと思います。なるほど。今日俺一人がぶちやられたら何人に増えてもね、一人一人ちゃんと丁寧に音楽届けるつもりでやってほしいなと思うし、デビュー前の最終段階としてふさわしい形なんじゃないかなと思いますと。全身で受け止めますので、何とぞ全身でよろしくお願いしますと、マイク外して、 声で一度お願いしますといいうテロップが出ましたいや本当にかっこいいですステージですよねこれ会場とか約1か月にわたる山中湖合宿モテる全ての力を出す「ザ・ファースト」とみんなが「おお」と最終審査で対決するのは「スカイハイという黄色い字文字が出てきました字幕がドンと。わ来るのこれね。

誰からニュースタンダードかっこいい。適任者を呼び出す。お、Sky h さん。<laughs> 色の見えない言葉、聞き飽きたよ。お、今、しょうがない、行くは手もない、かっこいい。自分で作るさ、何でもあり、翔太君かっこいい。前に物差しはか、かりをしないでおくん。さあ、行くぜ、君はどうしたい、今。ひれなハモリ、マナト君。なつれ、スタート、逃げやしないさ。

鳥肌がすごいあらにしによる上おー翔太くんてかてて怖くても進めー,おーレイコ君かっこいいカメラ目線ああ真ん中でレイコく何者でもないさっきのバタフライここじゃ終わらない難しい終わる気すらないゴールなんて見えない果てないこのダイ行くとなら同じまあなた君。 さあソーダ君、今日がスタート。なれ合いはノロウっても粘れ言うアロ怖くなんてないわけない。だけど止まらない。君と俺の生きたい意味を空の果てに刻たもアすごい。さあランク、too l a レイ。いいね。顔が入ってますね。もうゾーンに。トゥしなナイさ。さあジュナ君、チューレイ。t o チューレイ。うまい。トゥダイ。a s e don't wait すごいジュナ君。ルイ君、ホーブを描く。流れ星をつかう。空を描く。霊国うまい。 君とワールドク、うわ、そこ飛んだ。えっすごいそうだけど、スカイハイザーも笑ってる。アラルシディアルウェイうわ、すういう呂君、先頭で。かっこいいその炎を燃やせうわ、く君、かっこいいアラルシディアルウェイ怖くても進めアラルシディアルウェイさあ、そうく君、先頭で。 レオ君、ウィディア・デリリュウヘイ君いい顔、その花なまやせせえかっこいい、後ろ向いて、ッスカイハイさんがいーと奥歯をかみしめてますよ、拍手しながら、うわみんなかっこいい、ありがとうとスカイハイさんが、ありがとうございましたと。 使いいさんしゃべれないすごいねとうん首の後ろをかきながらうわこういう瞬間が来ることをつく分かって作ってる曲だったか体現してくれてとてもうれしいとのい人一なんだけど s k y さん 次回のえボーイズにサプライズなんだなんだそしていよいよ運命の順員発表スカイハイさん。さっせーで今終わりました、はあ。もうなんか私どっかから類線がおかしくなりましたねもう。もうちょっとしたタイミングですごくぐる,るっとね来てしまいますけど。 いや私はあの今回の「のシャープ #16−2」ではそのパフォーマンスまで行かずに今ねあの11人のコメントが聞けたところでね続きが次回になると思ってたので今「トゥ t h e f i r 始まってちょっとねなんか想像してなかったのでよりドキドキしちゃったんですけどいやでも今ね私はその11人のねパフォーマンスをまあ見させていただきながら歌声をねやっぱりまあボイストレーナーっていうのもあって。 聞きましたけど、いやー、本当にすごかったですね。私が今聞いた感じ、やっぱりね、さっき途中でも言いましたけど、ジュノンくんの歌声の、なんでしょうね。もう聞くたんびに、本当に素晴らしくなっていて、なんか今の、左から鼻水出ちゃったね。今のパフォーマンスのジュノンくんのね、もうなんちゅうんだろう。 ななのか自信もともと持ってたもののこう開花なのかなんか歌い出した瞬間も鳥肌が止まんなくなってしまいますねジュノン君の声それから竜兵君のねなんて言うんでしょうあの普段のね、まあ、今こそもうねみんなとこう打ち解けて結構表情が豊かになりましたけどなんかこう普段のおとなしいイメージみたいなところから歌に入った瞬間に そのカッコよくなるっていうのもそうなんですけど、なんかね、なんかありますね、そのステージスイッチが劉栄君のなんだろうあの柔らかいね、こうお顔の雰囲気というか全体的なこうまとってる雰囲気からは想像つかないようなこのグルーブ感とそれから低音の響きね、そしてルイ君の歌い始めもめちゃくちゃかっこいいルイ君も同じように劉栄君と同じように。 なんかいつもねほわほわんと私してるようなイメージで見てるんですけどいやーまあ年齢は関係ないとねスカイアさんずっと言ってますけどあの年齢であの歌い回し色っぽさいやこれはすごいですねうそしてラン君のあのこうね入り込んでる時の,あのかっこいい顔とそれからレイコくんがやっぱりね途中でちょっとこうねカメラ目線入れられちゃうぐらいの。 やっぱもちろん11人全部そうなんですけど涼樹くんがグワッとはまった時のあの動きのキレと翔太くんの歌声も途中めちゃくちゃかっこいいとかありました、えー、ごめん翔太くんあ翔太くんいんないいねほんでそう太くんがぴょんと後ろから飛んできた時ももう普通にびっくりしてしまいましたけどもいやラップもかっこよく歌えてい,てた,いたしいてたしじゃないいたしえっ、ー、あと家ないままのとくんの安定感もものすごいもう本当に。 あのしゅ、ね、んとくんのこの間本当お母さんのお話を聞いちゃったから私もその後なんかね号泣してしまったんですけどなんかもう感情がより入ってしまった私のねうんもうみんな言ったかな言えてない人いたら本当申し訳ないんですけどうんあレオくんねレオくんはもうだって 何て言うんだろうな。もうもはや余裕すらずっとある感じですから、表情ももうすごくやっぱり豊かだし、なんか目いっぱい練習したからもう本番で楽しもうができる典型な人じゃないですか、やっぱり。練習したいもの全部出そうに変な力入っちゃう人なんかもいますけど、そういうのなんかなくて。いや、すごい。スカイハイさんの最後の顔ももうちょっと思わずもらってしまいそうになりましたけれども、いよいよ最終審査のね、パフォーマンスが終わりましたので、次回はスカイハイさんの 総評とそれからなんかね、サプライズが用意されているようですので、その続きはまたね、次回またゆっくり見させていただきたいと思います。ということで、今回はこんな感じで皆さん、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。